ジェームズ・ヘンリー、ジム・ウェップは、アメリカ合衆国の政治家、著作家、国防次官補、海軍長官、バージニア州選出連邦上院議員を歴任した。1946年2月9日に、ミズーリ州セントジョセフに誕生する。父は、海軍士官だった。海軍兵学校卒業後に、海兵隊に入隊し、ベトナム戦争の出征を経験した。 共和党のレイガン政権時代は国防次官補海軍長官を務めた。2007年から6年間民主党のバージニア州選出の上院議員を務めた。地日派として知られ、2011年4月28日に軍事委員会人事省委員長として外務省を訪問しており、2012年4月3日には沖縄県庁で中井正弘他県知事と会談し、 普天間問題をめぐって意見を交わした。2015年7月に2016年アメリカ合衆国大統領選挙の民主党、指名候補争いへの出馬を表明するが、同年10月20日には撤退を表明した。2016年3月4日に民主党のヒラリー・クリントンではなく共和党のドナルド・トランプを支持することを表明した。トランプ政権ではトランプとの意見の違いで、 国防長官を辞任したジェームズ・マティスの後任に名前が挙がったこともあった。ありがとうございます。